セルゲイ・ミハイロビチは、ロシアの皇族。ニコライ一世の孫息子の一人で、ロシア大公の称号を有した。長く、軍務に就き、第一次世界大戦では、砲兵総監を務めた。砲兵大将。セルゲイは1918年7月18日、他のロシア皇族たちと一緒に、アラパイフスクで処刑された。セルゲイは、 ティフリス近郊のボルジョミで、ミハイル・ニコラエビチ大公とその妻オリガ不要泥ローブナ、大公費の間の第六子、イツオとして生まれた。洗礼名は中世の聖人、ラドネジのセルギーにちなんで名付けられた。セルゲイは少年時代をカフカースで過ごし、1881年に家族と一緒にサンクトペテルブルクに引っ越した。セルゲイと他の兄弟たちは、 軍事にしか興味のない父と幻覚で、冷たい母によるスパルタ式教育を受けた。セルゲイは、他の皇族男子と同じく軍人の道を歩むことを期待され、ミハイロフスキー砲兵学校を卒業後に、この駅法旅団に配属された。1891年には、皇帝ニコライニセイの副官になり、1899年に司令官に昇進した。そして1904年、 この駅法旅団長、陸軍少将となる。翌1905年には父に代わって、砲兵総監となり、1916年に降鉄されるまで同職にあった。また1908年に最高副官を、1914年に、騎兵隊司令官を兼ねた。1916年からは、砲兵や戦争官となったが、帝政の崩壊と共に失職した。 セルゲイは190センチメートルを超える長身で、ミハイル・ニコラエビチ大公の子供たちの中では唯一、父親譲りの金髪壁眼であった。非常に若いうちにハゲ上がり、またびけ揃いのロシア皇族の中では、一番パッと、しない容姿をしていた。兄弟と違って、数学や物理学に関心が深く、それもあってセルゲイは、砲兵の道を進んだ。セルゲイは、 他のロシア大公たちと同じく非常な大富豪で、後続年金として20万ルーブルの大金を受け取り、首都郊外の広大な領地から上がる時代も手にしていた。セルゲイは、サンクトペテルブルクのミハイロフスキー宮殿に、父と、後には、長兄ニコライ・ミハイロビチ大公と同居していた。宮殿はあまりに広かったため、セルゲイは、兄のゲオルギー大公やニコライ大公と会うのに廊下を、 自転車で移動していた。セルゲイはすぐ上の兄、アレクサンドル・ミハイロビチ大公と非常に仲が良かったが、兄弟は両方とも、いとこの皇帝アレクサンドル3世の娘クセニアアレクサンドロブナ大公女に恋をした。クセニアは、兄のアレクサンドルを恋人に選び、二人は1894年に結婚した。セルゲイは、間もなく、ニコライ2世の元恋人だったバレリーナのマチルダ。 クシェシンスカヤを愛人として囲うようになった。セルゲイはマチルダの講演者となり、彼女のためにストレルナにダーチャを買い与えた。マチルダは野心の強い女性で、ロシア皇族との関係を利用してのし上がろうとしていた。マチルダは1900年、セルゲイの上位にあたるアンドレイ・ウラジー・ミロビチ大公と出会い、彼とも愛人関係に陥った。 セルゲイは二人の関係を容認したため、奇妙な三角関係が始まることになった。このもつれた関係の中、1902年にマチルダは男の子を出産した。セルゲイとアンドレイは共に生まれた男の子の父親を名乗った。マチルダとアンドレイは、ロシア革命後、マチルダの息子の父親はアンドレイだと主張したが、セルゲイが存命中だった時はセルゲイが、 マチルダ・ボシの面倒を見ていた。ウラジーミルと名付けられた、この息子の父親は、どちらなのか判然としないが、顔がアンドレイによく似ていたことから、生き延びたアンドレイが実父だろうと推測されている。このほか、1908年に、貴族の未亡人バルバーラ、ボロンツオバダーシュコバ伯爵夫人が生んだ、アレクサンドルという男児も、セルゲイの死生児だと考えられている。 セルゲイ・ミハイロビッチ大公、第一次大戦期第一次世界大戦が始まった時、セルゲイは、リウマチ熱にかかって、バイカルコで、天地療養していたが、重い病気のために半年近く戦線には出られなかった。復帰した、セルゲイの指揮する、方兵部では腐敗と怠慢がはびこり、大砲の買い付け契約をめぐる汚職が、相次いで発覚した。セルゲイの上司、マチルダ・クシェシンスカヤが、 自分の私益のために大砲の買い付け契約優先権を握っていたことにも非難が浴びせられた。大砲は、法兵部内の不正を隠せなかったこと、上府に利権を与えるなど、公私混同を働いたことを責められた。法兵部内に特別委員会が設けられ、1916年1月にセルゲイ大砲を法兵武装官から退けた。セルゲイは、 スタッフ課勤務の野戦法兵装官に任命された。セルゲイオキラー皇后、アレクサンドラ・フヨードロブナは、夫のニコライ二世に、セルゲイの悪口を吹き込んでセルゲイをスタッフ課から追い出そうとしていた。スタッフ課に入って、以後も、セルゲイの周りには、賄賂の噂が絶えなかった。1917年、セルゲイは、モギリオフで、ニコライ二世が位文書に署名し、 平成が崩壊するのに立ち会った。セルゲイは、長兄ニコライミハイロビッチ大公から、今首都に戻れば、クシェシンスカヤをめぐるスキャンダルによって、罪に問われかねないと助言され、自発的にモギリオフに止まった。しかし、22年間連れ添った、マチルダ及びその息子との絵も切るよう求める長兄の、要求には、ガとして応じなかった。セルゲイは1917年6月に、 ペトログラードに帰り、兄のニコライ・ミハイロビチ大公が住む、ミハイロフスキー宮殿に身を寄せた。セルゲイはマチルダに結婚を申し込んだが、彼女はセルゲイに、好意はあるものの、愛してはいないと言って断った。そして、マチルダは、アンドレイ・ウラジーミロビチ大公と一緒に、息子、ウラジーミルを連れて、カフカースに避難していった。10月革命の勃発後、 ソビエト新政権の秘密警察チェーカーは、まだペトログラードに在住しているロマノフ家の男子は、申し出るようにとの命令を出した。1918年3月に、元皇族たちは再び、チェーカーに召集され、ロシア奥地に移送されることになった。セルゲイは、個人秘書のヒョードル・レメズと一緒に、ウラル山脈の麓の都市、ブヤトカに流された。同時に、 コンスタンチン・コンスタンチノビチ大公の3人の、イジヨアン公、コンスタンチン公、イーゴリ公、そしてパーベル・アレクサンドロビチ大公が、平民女性との再婚で設けた息子、ウラジーミル・パーレイ公爵が同じ町に抑留された。セルゲイ大公と他の皇族、セルゲイの秘書は1918年5月3日に、エカテリンブルクに移送され、そこで、アレクサンドラ皇后の実施であるエリザベータ。 不要ドロブな大公費も彼らと合流し、一緒にホテルで軟禁された。セルゲイ大公らの一行は、ニコライ二世とその妻子が軟禁されている一チェフ館のすぐそばにいたが、皇帝一家と連絡を取ることはできなかった。5月18日、セルゲイらの一行は、エカテリンブルクから北に1 9 0キロメートルの場所に位置するショト市アラパエフスクに移送された。一行はこの町の 小さな廃校の教室に監禁され、セルゲイは、秘書のレメズ及び、パーレイ公爵と一緒に一つの教室で暮らしていた。一行は、赤軍兵士の監視下で街を出歩き、一般人と話したり、祝祭日に教会に行くことも許されていた。やがてこうした、行動の自由は徐々に禁じられ、廃校には、鉄条網が張り巡らされた。1918年7月18日、 ニコライ2世とその家族が銃殺された翌日、セルゲイを含むアラパエフスクの元皇族たちは、連れの者たちと一緒に、町の郊外にある行動で処刑された。ありがとうございます。